はい、どうもコミです。本日はですね、こちら10月の予選チャレンジやっていきたいというふうに思います。この手のチャレンジって結構ね、難しかったじゃないですか。いや、こんなのなかなかですよっていうのがね、運用とも絡んだりするのもあったりして、成功法だったり、簡単な方法って言ってもなかなか取れなかった方も多いんじゃないかと思うんですけども、今月のはね、ガチで優しい。これはガチで優しいなって、ちょっとやってみて思ったので、それをね、話したいと思います。で、いろんな YouTuber の方がもうね、攻略動画を出していたりとか、あとは、その世界選手権の中で、実際のプレイヤーがやったやり方っていうのも、皆さんもご覧になってるんじゃないかと思うんですけども、それよりも多分ね、今日自分が紹介する方が、まあ、個人的には優しいと思います。ラバル全然できませんっていう人でも多分問題なくできますね。まあ、そもそも僕ラバルほぼできないので、まあ、その僕が、初見でやって一発でクリアできた方法だから多分いけるんじゃないかと思います。早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきたいんですけども、まずはね、流れを見てもらった方がいいかなと思います。スーパーボールブレイカーをここを当てていきます。1次方面ですね。この辺の壁が開けば、まあどこでもいいです。で、ね、次に突撃艦を出すんですけども、突撃艦を出し、金山の前から出して、バルーン2個でこの迫撃砲を狙っていきます。で、フリーズ準備しておいてください。フリーズを使って、タウンホールのところ、こんな感じで止めていきます。で、これタウンホールを折り切る感じですね。次、アーチャークイーン3次方面に出して、ヒーラーを全部系の、ポイズンを打つんですけど、こんな感じで。ポイズンがね、タウンホールのポイズンとこう3つ繋がるような感じで、打ってあげてください。こういう風にすると、間違いなくアーチャークイーンやられませんので。で、ここまで来たら、アーチャークイーンがね、体力ちょっと減ってきます。まず人にレイジをこの辺に打っておきましょう。スーパーガーゴイルと、あと、おでんぞですね。これをちゃんと壊してほしいというレイジですね。で、おでんぞと当たるぐらいのタイミングで、キングを 1C から出していきます。で、次、バーバリアンキングに集中します。キングがですね、この、テスラの方に向かってきたところら辺で、こう、フィストを打っていってください。で、これでですね、投石と相手の圧着両方とも倒していきます。で、ここから先はね、あんまり焦らずに行きましょう。レイジーをね、アーチャークイーンにもう一発使っていきたいんですけど、アーチャークイーンが中に入っていきますよね。で、エアスイーパーに吹かれているので、まあ、ボムタワーと当たるところらへんかな。で、こんな感じでレイジーを少し前目にこう打っておきます。ポンって、あ、2個打っちゃった。最悪だ。で、そこまで来たらバルーンを一気にこうダバババッと展開していきます。で、グランドウォーデン出して、ロイヤルチャンピオン、ラバハウンド、ストライカー全部出して投入します。で、ここから先ですね、このシングルインフェルノ壊したいんで、ここに、レイジを打っておきましょう。で、進行を待ってですね、フリーズもできれば、ここの投石に打っておきたいですね。で、あとは、ガーッとこんな感じで、バルーンを全部展開しちゃってください。もういいです。適当にドバドバドバで問題ないので、行っちゃってください。で、時間もね、多少まあ巻いていきたいから、後ろからガーゴール出していきましょうかね、こんな感じで。ぴょっぴょっぴょって。で、ジャンプの呪文をそろそろ使っておきたいですよね。これを、このね、キングの亡骸がある部屋と、あと、なんだ、マルチインフェルノの両方にかかるようにこう打っていってください。これ本当はアチャクイがね、生き残ってるはずなんだけど、怒っちゃったんですよね。なんで、まあ仕方がないですね。ロイヤルジャンピオンにヒーラーついてくれたんで、まあよしとしましょう。こんな感じで適当に押していきます。もうガンガン押していきましょう。はい。ウィザードを使ってちょっとこの迫撃砲をね、おしゃれにこの壊すみたいなテクニックも使ってみましたけども、こんな感じ。で、回収をどんどん出していきますね。あとは適当にも、ゴブリとか出していけばなんとかなります。はい。こんな感じ。全部壊し切りました。っていうとこですね。なんていうのかな。レイジの呪文がね、本当はもう一発あったら、ここの、ここの部分に今ロイちゃんが いなくなってるけど、この、部分に、2個並べて打ちたかったんですよね。なんだけど間違ってレイジ、ダブルでアチャクイに打っちゃったんで1個足んなかったんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、レイジ1個なくても余裕じゃないですか。アチャクイが完全に途中起こっちゃったりしても楽勝だし、タイミングね、バルーンを出すタイミングとかの前後でアチャクイがダウンしちゃったりってことはやっぱあるんですけど、あったとしても、まあまあ、そんなに、アーチャークイーン真ん中まで到達してくれたら大丈夫かな。ロイちゃんがその代わり生き残って行ってくれたりすれば、いいと思います。もうちょっとバルーンの展開早かったり、レイジがね、バルーンにかかっていたりすれば、バルーンがアーチャークイーンのね、ダメージっていうのをこう減らしてくれて、そのまま生き残ってくれたんですけども、まあ、ベストパターンではないですね。アーチャークイーン本当はこの、キングが倒れてるこのね、一時側の部屋に入れてあげたかったんですけど、まあ、そこまでいかなかったっていう感じですね。さあ、じゃあプランもう一回見ていきましょうか。手順的には、このアーチャー塔だったり、ここのですね、
ここね、対空砲どっちについてもいいスーパーボールブレーカーを投げていきます。こんな感じでまず1個。これね、後でやってもいいんだけど、手順がわちゃわちゃするんで先にやった方がいいですね。どうせ時間余るんで。で、突撃艦はここね、こつここ突撃艦こんな風に書きます。はい、こつここでこの辺から出していきます。ヒンターの前ら辺ですね。当てていきながら、バルーンこれを2体迫撃砲に当てていきます。当てるんですね。で、ここの部分にフリーズ使ってタウンホールとは、あとね、できれば防衛軍がイエティに近づきすぎないように止めた方がいいですね。あのイエティに近づきすぎちゃうと結構ね、ワンチャン事故るんですよ。あの防衛援軍にイエティが釣られちゃって、でこの攻め方をする上で結構よく起こるミスっていうのが、ね、突撃艦がタウンホール付近までちゃんと到達しなくって、ニゴブがタウンホールを下げてくんないとか、あとイエティが援軍に釣られちゃってタウンホールが落ちないってところが結構ミスポイントです。逆にフリーズ1枚でなんだ、タウンホール壊すことができればだいぶね、その後は楽勝になります。で、アーチャークイーンをこの隅っこのとこね、ここに出してあげて、クイーン。で、ヒーラーをつけます。で、ポイズンをこんな感じでピョンピョンと打っていく感じですね。もうちょっとこっちかな。この辺か。この辺にこう打っていく感じですね。で、ポイズンが、タウンホールのポイズンと3つね、並ぶような感じでこうね、並ぶような感じで打っていくと、まあ、ちょうどいい感じにスーパーガーゴイルも焼けますよ、というところですね。で、グランドウォーデンズを下げたら、キングをこの中に入れていくと。フィフトは、テスラと当たるタイミングですね。で、アーチャークイーンが、この、クラン城ら辺まで来たところでバルーン展開していくと。まあ、そこから先はもう、ダバワッと出して、まあ、ババババッっていう感じなんで、あんまり、細かいとこないですよね。まあ、もう一回やってみますかね。試しに。はい。こんな感じで、スーパーボールベーカーを当てます。当てて、で、突撃艦を投げてから、バルーン2体こんな感じで出てきますね。で、フリーズ準備しましょう。フリーズの呪文をここに打っていって、援軍と、はい、プラン、タンホールを止めていきます。で、アーチャークイーンを後ろから出していくんですが、これ、タンホール壊せなかったな。こういう場合はもうね、すぐやり直しましょう。はい。リトライ。やっぱりですね、突撃艦のとこ安定しないんですよね。まあ、そこさえ乗り切れればってとこではあるんですけど、ここはボールブレーカーで壁開けます。で、突撃艦を金山の前から出して、バルーン2体を開けていくって感じですね。で、突撃艦によってアチャ島まで落ちてるのがベストですね。したらフリーズ割っていく。多分これはうまくいったかな。こんな感じでイエティが殴ってくれたら、後ろからアーチャークイーンを全部出していって、ヒーラーも全部出していって、で、ポイズン2枚打っていくと。ここまでちょっとね、慌ただしいですね。タウンホール壊れるのをぼーっと眺めちゃうと、遅れちゃうので、もう先にアチャークイーン出すくらいのイメージでいいですね。で、ここでグランドボーデンと当たるので、レイジを打っていきましょう。で、次、キングを構えます。キングを構えといて、グランドボーデンと当たるタイミングぐらいで、この、兵舎と大砲の間から出していけば、まあ、先どっちを殴ったとしても、この壁の中にも大体入っていきますね。はい。で、入ったタイミングでフィストを使っていきます。で、アーチャークイーン、今、クロスボウの下げ2個受けてますけど、気にしなくてもいいです。そんなにね。ゆっくり落ち着いて、この辺にレイジを打っていきましょう。ヒーラーにかかってくれさえすれば、きっちりここは突破できます。逆に、タゲを取ってくれて、エアスイーパーのね、タゲも取ってるんで、いい感じですね。で、エアスイーパー殴るか、クランジを殴るかぐらいのタイミングで、こんな感じ、バルーンパートを始めていきましょう。で、グランドウォーデン出して、ロイちゃん出して、ラバ出して、ストライカー全部出して、トーム。もうドバっていっちゃっていいです。で、こんな感じで、レイジ2個ね、重ねかけておくと、こう並べてね、かけておくと結構いいですね。あとは、こんな感じで、バルーンに持ち替えて、ひょい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 という感じ。はい。で、まあ、投石機は鬱陶しいんでね、なるべくフリーズで止めちゃった方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。レイジも、ジャンプの呪文も、さっき言ったね、上側に打っておきましょう。で、ここでアーチャークイーンはね、もうクロークも残してるんでやられることはないなという感じですね。残ったバルーンは、この隅のね、アタ島に当てていくのが僕はベストかなと思って。はい。で、まあ、回収もね、まだ1本残ってるんでどうってことないですね。ゆっくりゆっくりこんな感じで、ガーゴイルを出していって、で、ウィザードをどっか出そうかな。まあ、この辺から出してみましょうか。やばいやばい。迫撃砲食らいそうだけど、はい。まあ、いやいや。アチャクイのクロークも、まあ、残っているけど、まあ、使っても使わなくてもって感じですね。で、逆側からウィザード入れたりして、スニゴブなんかも出してあげて、一等にこう回収すれば、はい、こんな感じでおしまいです。どうすかね。割と、忙しさは、まあ、ところどころあるんだけど、どう言ったらいいかな。その、細かいところでミスる要素が少ないんですよね。回収すぐ出さないといけなくて忘れたから
前回行きませんでしたみたいなパターンとかはないし、まあ、今のが割とまああのベストに近いパターンなんだけど、こんな風になることもあれば、途中でロイちゃんがやっぱり、ね、怒っちゃうこともあるし、あのキングにやられてね、別にロイちゃんいなくてもいいんですよね。だからリセットポイントっていうのは、まあ、極論そのタウンホールを突撃艦で壊せなかった場合は、さっきみたいにリセットポイントとしてリセットかけた方が絶対いいんだけど、それ以外の場合っていうのは、まあ、これでいいんじゃないかなっていう気がしますね。適当に流れをこう見ながらユニット出していくっていうところも、まあ、多少やっぱあるんで、うん、あのそこにちょっとずつこう慣れながらね、この形を作っていってもらうっていうのが、まあ、ベストかなという気はします。はい、というところでですね、本日は10月のチャレンジの攻略やってみて、やってみました。どうですかね、あのいろんな方の攻略動画出てるんで、一番自分に合った方法を選んでもらえればと思うんですけども、まあ、そもそもラバル全然やんない僕が一番簡単にできそうな方法がこれかなと思うのでね、よろしければご参考にしていただいて、報酬ゲットしてもらえたらというふうに思います。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたら僕がすごく喜びますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。